本日始まりました、まちゅうちゃんです。さあ、カズオにやってきてもらいました。カズオです、はい、今回は前頭共通テスト模試の記述ですね。あ、記述、あ、もう記述模試なんだ。はい。記述模試、自宅受験だとでも記述採点できないじゃん。そうなんですよね。まあとりあえずどうだったのか、解答が見れるのと、ああ、自己採点。はい。記述模試って普通はいつなの？1週間遅れだったと思うんですよね、自宅受験だと。普通の回答ってことはもう行われてるわけ。あ、そうですね。なんでその期間の配慮とか何も情報を見ないようにしたりとかっていうのが気をつけなきゃいけない。記述模試やってみた感じはちょっと去年よりは鈍ってるなっていう、鈍ってる気がするなっていう肌感ですけど。わかりました。そうですね。どんな自己採とかってできんの？これどれぐらいとかわかんの？記述の多分回答で自己採のフォームがあるんで。自己採フォームなんかあるんだ、記述も。はい。ちょっと面白いそれ。でそれをやったの？やります。はい。あとはね、立教の開示、はい、実は合格しててもできるんだよっていう。確かに。そちらも見たいかなと思います。はい。びっくりしたよ、もし受けましたしか来てなかったそうですね。自己採できますって言って、やっぱね、やりとりがおかしい。あ、ごめんなさい。もうびっくりした。前頭の回答が見れるようになったんですかって来たから、はい、共通テスト模試なのかなって思ったんです。あ、なるほど、はい、だから問題手に入れたのっつって。あ、したら そうですね。したら持ってますって来て、うん、確かに僕もなんで受けたのに手に入れたっていう、それを受けたからなみたいな。で、じゃあやるのありだねって、分かりましたっつって、いつできるっつったら当日にいるしもいやいや、何日でとかなくて、それじゃあやるのありだねって言って、はい、そしたらそこでいつですかって返すんだよ普通は。なるほど、はい、来ないからいつって言ったら12時過ぎに行けば、時間で書かねえよ普通そういうこと。普通は何日って言うんだよ。びっくりしたよ。もうすいませんちょうどね、ホワイトボード運搬作業とかしてたからさいなかったらどうすんだって思ったけど、さあじゃあ見てみますか。はい、はい、ごめんなさい。じゃあ英語から。あ、はい、わかりました。いいかわかんないですけど、記述も回答そっちに書くのめんどかったんで、うん、全部写真撮っちゃって。なるほど。ただ出せないですからね。ネタバレになっちゃうから。そうそうそう、はい、なので。なるほどね。これでも英作的なのもんでしょ。英作もありますね。これは英作ですね。なるほど。英作もわかんなかったりミスだなってのもあったんで。自分で丸×三角みたいに書くんだ。記述模試に今こんな自己採がある時代なんだね。文法もちょっと分かんないところがあって、はい、でこれリスニングも、あ、リスニングじゃなくてリスニングか文書補充なのかな、うんうんうん、を選べるみたいので、まあ、自宅受験だとリスニングできないかなと思って、うん、それでリスニングじゃないところにしたんですけど、うん、あ、そうか。こうやって丸、自分でこうやって押して、ああ、丸を押してる。三角×とか、三角でも文法の4択の1文の埋めていくの全部合ってんじゃん。そうですね、うん、合ってました。いや、ちょうど分かんないところがミスった。文法は満点取りたかったんですけど、こう文英語間違ってる。そうですね、問題見ただけでも、だって、ああそうですね。あと時間なかったなって思いました。現役の時はな、時間なかったって印象なかったんですけど、うん、今回は長文をラストに残して2台ポンポンってやったんですけど、うん、最後期日までやってる時間ないなっていう。なるほど、はい、うわ、結構間違ってる。そうなんですよ。その記述部分は書けないってこと。どう判定しようかなと思って。それ判定の基準はどうなってるの。僕はここ書けてたら何点何点とかって書いてあると思ったんですけど、うん、なさそうな点。どうしよう。自分で何点って書くってこと。自己採なんで多分そうじゃない。自分でどれかで判定してくださいって。点数入れたりはできないの。ああ、その何分の何ってことですか。そうそうそう、っていう欄はないの。ああ、書いてありますね。あれ、なんかこんなめんどくさいことやってって思っちゃったんですけど、これやってきた方が良かったですね。そうだよ、やってきた方が絶対良かったうわ、これ絶対低い。逆に去年のが今日裏目に出てるプレッシャーでもすごくできるみたいになっちゃってる。去年の俺何してんだよ今年の俺何してんだそうですね。よし、できた。英語、英語自己採点200点中127点。あれ6割、低くないですかね。かなりみんなが期待してる。まあまあ、まだ分かんないですけどね、どう採点されるか。そうですね。英作を見る感じは文法ミスが多い。和文訳に関し
てはとにかく監視がない。自衛作に関しては他のミスも目立つ、スペルミスもだいぶ多い。イッツが一番気になります。ごめんなさい。所有格なのにアポストロフィーの S になってました。あとアビリティに関しがない、またバディにも関しがないで、インパクトにもないインパクト深さもあるけど、でもなんだか分かってるインパクトだからザが必要でしょ。ああ、なるほど。むしろついてない方見たことなくない？受験で出てくるやつなんか Have an impact on とか、そうですね、 Significant impact on とかがついてるのしか見ないと思う、受験は。確かにそうですね。重映作、重映作なんてどうやって採点基準知らないのにできるんだ間違ってるかどうかだけで、うん、サクセスのスペルが違う。あ、ロサンゼルスのスペルが違う。A は大文字です。Appreciate のスペルが違う。ひどいですね。Think の語法が語文系では基本使わないからね。あ、そうなんですね。Think of A as B だからね。まあでも、受験だから減点はされないけど、使わない基本的に。Appreciate 人取れないじゃん。実際は使われるけど、入試とか。ああ、そうなんです、ね。文中なのに大文字で書いてるし。あ、ほんとだ。Hasn't win。Hasn't なのに win。あ、ほんとだ。Live up for expecting of his. これは間違えたって。Live up to. だって expecting じゃないじゃん。Expectation ですよね。ひどいですね。文法点がだいぶ低くなって、はい、内容点はまあ、って感じかな。うん、英語の正文は。あ、英語の正文は、中文空書は全部 OK で、うん、文法語法が、語文訂正が1ミス。そうですね、はい、でそれ以外はあって、はい、記述のところは全部三角になってるかなってところと、うん、あと抜き出し指示語問題、はい、指示語問題を1個と選択を普通に1個間違えてるって、内容1です ね間違えてるってか、次のもう1個も長文なんですけど、ここはもう本当ひどいですね。和訳のところが2個書けなかったのかな、うん、なるほど。でもう1個の和訳も内容は全然違うかなっていうので×、うん、はい。でもう2つ和訳があるんですけど、そこはまあ1個は多分合ってるか大方合ってるかなって感じで、うん、1個はちょっと内容の抜けがあるかなっていう。これあと2教科もやるのか椅子なんて自己採してとっても迷惑な人になっているってことで数学いきます。はい、数学とかの方が回答はめっちゃやりやすいんですけどね。数学もね、途中式どうなるかっていう、僕はいつも×にしちゃってます、答えが合ってなかったら。いや、数学もあと5分早く解けたら多分全部解けたんじゃないかなっていう問題でしたね。自己採なんて言い出さなきゃよかった。オッケーオッケー、来た来た来た、自信のないところが合ってました。うん、いつか満点取ってみたいですよね。あー、もったいない。はい、数学出ました。はい、数学が200点中176、おたっけ。なるほど、もったいない、バリ数強ですね。数学ができるって感じですね。いえいえ、ちょっと衰えを感じましたね。でも衰えちゃダメだから、浪人が。そうっす大問的にはまあ、とりあえず小問集合と、うん、その次の微積数二のができて、うん、そこは大丈夫だったんですけど、場合の数がちょっと煩雑だなっていうので時間取られちゃって、うん、1個、まあでもそこはなんとか丸もられたんですけど、数列が場合の数で時間取られた分と複雑だったのかなっていうので、うん、一番最後の括弧3まであるんですけど、括弧3だけできなかったっていう。なるほど。では国語、はい、いや、そもそも国語が何点取れるかっていうのが一番怖いところなんで、うん、国語は部分点とか書いてもらえると嬉しいんですけど、うん、書いてないね、後から変わるから。ああ、なるほど、うん、これで甘めの採点してたら恥ずかしいですよね。まあいいよ、全然大丈夫ですか。うん、問題の古文漢文、漢文がやばいかもしれないですね。はい、出ました。お、うん、こんな高いか、絶対嘘だ。見ていきましょう。ここは200点中126、6割ですね。こんな高いかって高いのか現代文が
現代文が大問1が50分の40とかですかね、うん、記述でどう変わるかってことですね、うん、要素分解して採点してみてって言ったんです、うん、選択は全部合ってましたね、ここは。次も現代文、これが50分の37、うん、で間違えてるところは記述でちょっと三角と最後の内容一致で2つ選ぶところを1個ミスってるって感じですか ね、うん、ね、それ以外は大丈夫、うん、古文、古文50分の28、はい、これは選択は全部合ってたんで、あとは内容を把握できてないところが出たかなっていうところだと思います。全然記述ができなかったので、で漢文が、漢文が50分の21点、これが一番出来が、多分基本的な漢字の読みとかもできてなくて、書き下し文に直すところも間違ってたので、漢文基礎がおろそかになっちゃってるなってという感想ですかね。はい、わかりました、はい、じゃあどうなるかはちゃんと帰ってきた時に見ましょう、はい、立教見れるんですか。あ、そうですね、はい、見ます。成績開示すぐ見れる。あ、本当だ、合格したやつも2月一般しか見れないんだ。あ、共通テスト利用はないんだ。じゃあ2月6日法学部法律が合格、国語200点中150、数学100点中88、やっぱ数学が高いね。あ、そうですね。で、英語は見れないわけだね。なるほど。まあそうですね。どっちを使ったかも分かんないですね、共通テスト平均じゃ。確かに。そっか、その辺ブラックボックスなんだね、結局。そうですね。社会学部、社会学科の方が2月9日。で、国語は100点中77点。で、数学が100点中73点。どちらも7割超え、ね。そうですね。国語意外と高いんですね、思ったより。はい。こういう感じで。意外と取れました。そうですね。こんな感じで両方とも合格したっていうことでございますので、はい、じゃあ今年はどうなるのかということで、早稲田目指して頑張っていただければと思います。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。